ポケモン。はい、こんにちは。私、ゲーム実況者のチャチャチャと申します。よろしくお願いします。本日はポケットモンスターサンムーンの体験版やっていきたいと思うんですけど、ちょっとお口が悪いので、お子様たちはお父さんとお母さんに相談してから見てくださいね。よろしくお願いします。じゃあ、サトシの月光河が手に入るってことなんで、頑張ってクリアしていきたいなと思います。綺麗な海だな。陽気な音楽。こういう平屋に住みたいですね。2階建ての方が安いんですけど、設計するのにはね、平屋の方が地震とかには強いですから。まあ、この地方に地震があるかどうかわかんないんですけど、手紙。また、アマルカーのやつですね。手紙を読んでいるということは、アローラ地方に到着だな。引っ越しお疲れ様。君に託したポケモン月光河は元気かい。あいつは熱いのが好きだからな。熱いアローラで熱いポケモン勝負を頼むぜ。松岡修造さんからお手紙が来ましたね。多分ね、松岡さんだと思います。送り主わかんないですけど、お母さんかな。さん、市役所に行きましょう。引っ越し届けを出さないとね。一人で行ってるよババア。いやー、綺麗な背景ですね。私の心のように綺麗な街並みですね。カイリキいる。これは何だろう。これが市役所か。ガラス張りだ。住民の血税が使われている。3、アローラ地方では挨拶もアローラなのよ。アローラ、引っ越しの届けを持ってまいりました。大丈夫？これ本当に？騙されてない？この挨拶。アローラ、やるんだ。やるんだ。そっか。関東地方からいらしたんですね。手続きにお時間がかかります。少々お待ちください。はい、よろしくお願いします。ちょっととやれよ。慌てず、急がず、まったりしましょうか。なるほどね。でもあのアローラ、市役所の人だからやってくれたんじゃないかな。あれ、よく大阪でも、コンビニとかで、ね、だったら、その、大きにとか、ね、言いますけど、まあ、驚きに満ちた素敵な場所、まあ、アローラの時点で驚いてますが、アローラは暑いから水タイプの技を浴びたいわね。死ぬよ。死ぬよ。なんか来た。大阪でもね、一般人は大きにって言わないんですよ。ねえねえ、君さんっていうの。いきなり何？いきなり何？怖い。どうしよう。でもあんまり刺激したくないよね。よろしくねっつって。あれ？ハウ、よろしくねー。じいさんに頼まれて市役所に来てよかったよー。だって、君に会えたもんねー。古いナンパかな。ハウくん、さんをよろしくねー。やめて。お母さん、さんのお母さん、あれ、ハウ、よろしくね。ほら、知らないじゃん。はい、アローラ。ほら、片手でやってるじゃん。片手でやってんじゃん。ほら、ほら、絶対現地の人やらないんだって、アローラって。わー、賛成。何この動き。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、2セット目。2、3、4、5、6。結構あれですね、筋肉多いですね。私あの動きしたら次の日筋肉痛になっちゃう。いや、楽しくないでしょう。お母さん何歳ぐらいなんですかね。おい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 、お前アローラの匂いがしねえな。え、どういうこと。あ、なんか来た。何、よそ者ですか。だったら珍しいポケモン持ってますか？あ、スカルなんだ。人のポケモンを奪う悪い奴らだよ。悪くねえよ。悪い奴にいきなり悪い奴っていうのはね、刺激すると思いますよ。やめた方がいいよ。ほらー、ポケモンよこせって言ってきたじゃん。ハウのせいだよ。友達と言うべき、まあ、ポケモンしか友達がいないんですね。力ずくなぜ。
おい、じゃあ勝負しましょっか。あ、これいいな。これいいんじゃないですか。アローラより、スカッって。ね、挨拶した方が仲良くなれそう。スカルダンのスタッパ。スカルダン、ロケット団みたいなもんなんですかね。ヤングシュン？かわいい。なんかでも悪い顔してる。悪タイプなのかな。お、月光河じゃん。これがサトシの月光河かな。まあ下の画面はこういう感じになってます。じゃあ水処理券で、よし、水よ。4はどっちか分かんないけど2回当たった。月光河は多めに。あ、やっぱりこれサトシのな。終わりですか。あ、ちょっと太ももあれですね、たくましいですね。サトシのだから多めに経験値もらったんだね。ギゲ、こいつ強すぎじゃないすか。二人で勝てなきゃ意味ねえよ。お前ら覚えてろ、兄さんに言いつけてやるからな。ポケモンと力を合わせれば怖いものなんかないよね。サンのポケモンって月光河って言うんでしょ、かっこいいよね。ついてきて、ポケモンセンターを案内してあげる。ちょっと待って待って、あの文脈に何だろう、つながりがないんですけど。突然すぎる。出会いは突然にって言いますし、仕方ないかな。はいはい、そこですか。若いですね。じゃあ呼ばれてるんで刺激しないように行きましょう。さん、はあ、はあ、ポケモンを元気にしてくれるイミシン。それでは傷薬を使えば元気になるイミシン。何が回復するんですかね。これね、お、モンスターボール。あー、お休みか。ポケモンを元気にしてくれる。やんやん、かわいい。これは？まあ、いっか。よし。遠くに行ける。強いポケモンがいてくれれば。まあ、そうだね。よし。逃げよう。あー、一緒に出てきちゃった。博士かな？おい、はお、一緒にいるのは誰だい？あ、クッコイ博士。サンだよ。どうもサンです。女の子なのにサンです。こいつはすごいぜ。てか腕まくりしてるね、白衣。白衣の意味を調べ、前開いてる。クッコイ博士、その前開いてる。博士じゃないのかな。あれ、やっぱり博士だ。自ら技を受けて威力を確かめたりね。そっか、露出狂のド M 博士ですね。まあ、あの、頭のいい人は基本的に変態と言いますから。現実を思い知らせる感じですね、子供たちに。襲われたら大変。強くなれるように試練に挑むかい。じゃあ、何すか試練って。アローラ地方の風習。まあ、でも試練って結構ありますよ、どこでも。トレーナーとして鍛えるため、ポケモンと仲良くなるために、少年少女が挑む。準備ができたら試練を行う場所、テンカラットヒルに来るんだぜ。あそこにおじいさんが。おじいさん、ご飯ならおととい食べたでしょ。お腹すいた。行くか。おじいちゃん、いきなりだが天からって昼に行くかね。じゃあ行きます。よし、ではおじさんが案内いたしましょうよ。事案だわ、完全に事案。野生のポケモンは草むらから飛び出す。君はポケモントレーナーだから月光河というパートナー。うんうん。草むらを避けて歩けばいいんだね。わー、綺麗だなー。